午前6時半一斉にスタートした84人の生徒たち。岐阜県高山市国府中学校の伝統行事ウルトラ遠足が今年も行われました。先の受験に打ち勝ってほしいと始められた遠足はフルマラソンと同じ 42.195キロを歩きます。めっちゃしんどかったです。こんなにきついことができたので勉強はなんてことないみたいな感じ。速さは競っていませんが、今年最も早くゴールした生徒は3時間35分だったということです。